いやー、久保さん諦めないですね。久保さん、まあ僕ね、このリレーね、まあ、熊長者合宿みたいなリレーができるのは本当久保さんだけかなと思うんですけど、まあ久保さんもね、まあ言わ,言われるんですけど、まあ久保さんから見ると、こんな若造に負けたくね、みたいなあって、いや、僕からすると、もう、もうちょっとで50の人がここまでやるか、みたいなね、お互いになんか <laughs>、思うことがあるっていうね。 いや、僕もいろんな人見てますけど、久保さんの年齢で、ここまでね、しつこい。ここまでやりきれる人。まあ、いないですね。いない <laughs>。なかなかいないですね。でもね、世界にはいるんですよ。久保さんより上の人が。これはね、カーネル・サンダーズですよ。このタイトルカーネル・サンダーズしましょう。じゃカーネル・サンダーズのね、企業の不屈な精神。これ僕好きなんですけど、カーネル・サンダー、企業、 カーネル・サンダース、65歳で KFC を起業し、1009回断られても立ち上がり続けたその情熱 <laughs>。これ、すごいですね。カーネル・サンダース。うん。 70近いカーネルは車1台で全米中走り回り、レストランの厨房などフライドチキンのノウハウを実現して FC 契約を取る旅に出ます。やはり70近いのおじさんが飛び込み営業はそううまくい,いくわけでもありません。ノー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 お前何もやねい <laughs> と言われた数なんと109回。しかし、 なけなしの年金でガソリンを買い、出票をれるために車の後部業で夜を過ごし、翌朝再び営業に行く、そんな若,若,者,でも若者でも途中で値を上げるような営業を続けました。その会いあって見事大成,大成功を収め、73歳の時には600店舗を、えー、超える規模まで拡大しました。70を過ぎたカーネルは経営の権利を譲渡し、味の 親善大使として世界中の FC 店舗をさせる旅のような生活を亡なくなる90歳まで続けましたということでいやカーネル・サンダーズすごいっすね、うん、いや僕ねほんと65から起業して <laughs> 車中泊して飛び込み営業ねできるかっていうとね神ですねあ上には上がいるってことですね だから、成し遂げられないことってないと思うんですよ。じゃあ、カーネルみたいなことやりましたってみんなやらないんで。いや100歩譲ってカーネルみたいなことをやっても、無理でしたっていうんだったら諦めてください。でもみんなそこまでやらないので。うん、上には上がいますからね。だから、人間が僕は成し遂げられないことっていうのは絶対ないと思ってます。てか、成し遂げてきてるわけじゃないですか。ね。あの、ケネディがね。ケネディが月に行くぜみたいなね。 月っすかみたいな。絶対無理じゃねみたいな。でも月に行くんだーっ,つってね。当時の文明だったら絶対無理だったわけですよ。その絶対無理が今は当たり前になってるわけじゃないですか。<laughs> だから無理なことはないですよ。人間がイメージできるもの、人間が想像できるものは全部実現化できます。なぜならば、それを実現化しようとする強い思い、強い意志が集まれば、それは成し遂げられるんですよ。わかりますだからね、ほんとね、プロジェクト X 見てほしいですね。 あの新幹線のね、自動改札機を作るのにもすごい意思があそこにあるわけですよ。あのね <laughs>、昔なんか、こんなぐるぐる回っててこんなやってたっていうね、そんな時代があったのかみたいな。いや、あれ、不屈の精神ですよ。あの自動改札機。自動化するっていう。あれもすごかったっすけどね。まあ、だからまあ、あのー、今はね、そういう不屈の精神の意思の、 サービスで僕たちは豊かな人生豊かなね生活を得れるっていうことをみんな忘れてるんじゃないかなと思うんでうーんまあそそれをやる側なのかそれに甘んじる方なのかっていうただそれだけじゃないですかねいってらっしゃい